五郎さんはサイゼリア行ったことはあるですか？あるよ、明和谷にあるからな。ピンポイント。サイゼリアもう行くたんびに俺心配してんだよ。なんでですか？あの女子高生がさ、ドリンクバーだけで何時間もいるだろう。ああ、そうですね。この店さ、どうやって成り立ってんのかなと思ってさ。だから頑張って、あのいろいろ食べてあげなきゃと思ってさ。食べてあげなきゃ。2000円食えないよな。うん、俺安いです、ね、が頑張って食っても、せいぜい2000円なんだよ。そうですよ、ね、うん、それ以上行こうと思ったら酒飲むしかないんだよ、もう。そうですね。もう いつも原価とか心配してるんだけどさ、今回それよりも、はい、いや改めてサイゼリアってなんだよって思って、うん、でちょっと見たらさ、ネットではさ、はい、ラテン語で口なしの花の意味だって、でサイゼリアの開店した日がね7月7日でね、うん、で口なしの花は7月の7日の誕生花だからね、サイゼリアになったんですっていうガセ伝説がいっぱい出てるんだよ。ガセなんです。でこれガセなんだけど、なんか見たらサイゼリアの広報に聞いたらそう答え、そういう答えが来ましたって書いてあるから、少なくとも一時期はもしかしたら広報がそう言ってたのかもしれないんだけど、でもその調べりゃ一発で分かるんだけど、ラテン語で口なしのことサイゼリアなんて言わないんだよ。あ、言わないんですか。うん、だいたいラテン語しかなかった時代、口なしヨーロッパにないし、で、まあ、今あの学名とかラテン語使うからあれだけど、ラテン語でもイタリア語でも、ガルデニアなんだよ。全然違うじゃないですか。うん、全然違うんだよ。全然違うし、7月7日がね開店したからつけましたって言ってるけれども、これ開店した時につけた名前じゃないんだよサイゼリアって。え、違う？違うんだよ。違うんだよ。開店した時につけた名前じゃないんだよ。で、なんか確かな話ないかなと思って探してたら、はい、あの創業者、今の会長が正垣康彦さんっていう人なんだけど、はい、この人さ、東京理科大の出身なんだよ。理科大なんだよ。理系なんだよ。で、この人が、理科大の出版局が出してる東京理科大学ユニーク人物列伝っていうところで本人がインタビューに答えてるんだよ、はい、それによると、この正垣さんがあの理科大の学生時代にね、あの新宿にあった渋谷食堂でバイトしてたんだって。あ、渋谷食堂知ってる？あのなんか伝説のイメージが、うん、あのまあ、渋谷食堂ってぐらいでもともとは渋谷にあったんだけど、はい、あの洋食屋さんですごく流行ってあちこちに、はい、渋谷食堂で今も確か、うん、あの渋食のそんな万葉会館とかっていうのになって、渋食のイタリアンとかあると思うよ今も。渋谷食堂とは言ってないだけで、はい、でその新宿にあった渋食で、はい、その正垣さんが学生時代バイトしてたんだって。で あまりにも優秀なバイトリーダーでね、はい、店長さんから君向いてると、この仕事、うん、独立した方がいいよって言われたんだって。それでお父さんにうまいこと言ってお金出してもらって、はい、あの千葉の市川の元八幡の総武線の、はい、元八幡のね、あの青果店八百屋さんの2階にあったフルーツパーラーをね、はい、居抜きで、うん、借りて、はい、でそこで洋食屋を始めた。でそのフルーツパーラーの名前がサイゼリアだったんだって。もともとの、うん、もともとの名前でこのままでいいやって言って、始めたって言うんだよ。それでこの正垣会長が言うにはね、この多分ギリシャ神話のサイゼリアから来てるんじゃないかと思ったって言うんだよ、はい、でこのサイゼリアっていうのはあのアプロディーテ、ヴィーナスの別名なんだよ。でなんでそれが別名かっていうと、あのシセラっていうのが今のキティラ島、ギリシャのキティラ島っていう島があるんだけど、はい、そのことなんだよ。でそこはほらアプロディーテってさ、ウラノスの男性器がクロノスに切り落とされて海に落ちたアブクの中から生まれて、でシャコガイに乗って上陸してくるだろう。キティラ島に上陸したという伝説があるわけだよ。だからキティラ島の女神っていうんで、シセラの女神っていうんでシセレア、サイセリアと。だからアフロディーテの別名、は
の、はい、そのサイゼリアから来たんじゃないかと、うん、でヴィーナスにちなむ名前だったらね店名としていいんじゃないかっていうことでね、うん、そのままサイゼリアで行ったんですよって、うん、語ってるんだよ、はい、だけどよ、だけどなんだけど、そのヴィーナスの別名の方のサイゼリアってこれなんだよね、ね、CYT サイセリア、うん、まあ、シセリアとか、まあ、サイセリア、はい、サイセリアっていうアメリカのポルノ女優がいるぐらいで、ここさ TH セだろうと、ゼじゃなくて、だからこれをカタカナ読みしたらサイセリアだろうと、はいはいはい、サイセリアだろうと、うん、だけどイタリアンの方はサイゼリアなんだよ、ゼリアなんですか、うんうん、これモロローマ字じゃんみたいな、サイゼリアっての、うん、で分かんないけど、うん、元々のフルーツパーラーがこの名前だったっていうわけじゃん、はい、で小学会長はここからこのサイゼリアから来たんじゃないかって言って、まあ、そのまま採用したって言うんだけど、うん、もしさそのフルーツパーラーの人がよこれを知ってるぐらいの人だったらよ、うん、カタカナで読むときにサイゼリアとは読まないだろうと、うん、サイゼリアだろうと、うん、セだしアだろうと、で店名もこれそのまま使えばいいじゃんって話なんだよ、オーブンも、うん、まあ、もろローマ字じゃんと、そうですね、つうことは、はい、これじゃないんじゃないのっていう気がして、そもそも、うん、これはなんとか屋の屋なんじゃないのっていう、あ、日本語の、うん、栃木屋とかさ船橋屋とかの屋じゃねえので、そうなるとじゃあサイゼリってなんだよっていうサイゼリってなんだよみたいな、なんですか、ね、確かにあのクジラの下はサイズリだよな、へえ知らなかった、じゃあ違うなみたいな、サイゼリってなんだよみたいな気になっちゃって、あ、これはいや分かんないんだよ、分かんない、あ、誰かこの、まあ、会長はこれなんじゃないかって言ってるけど、でもどこの国の言葉でもないんですよとも言ってるんだよ、じゃあ元のフルーツパーラー、元のフルーツパーラーは、元のフルーツパーラーの関係者の人がいたらサイゼリアって何なんだって教えてください、教えてほしいという、そういうお願いでした。なるほど、はい、もう俺ラファエロよりこっちの方が気になっちゃってさ、今一瞬あれ何の今日テーマだっけってなりました、いやサイゼリっていろんな字、この字はどうかなって、いろんな字で調べてやったよ出てこないんだよ、五郎さんがそんなリサーチに時間を費やしてらしたとは、うん、もうサイゼリアの方がよっぽど時間かかっちゃって、サイゼリア調べる方が